化したインスタ360交通、いくら充電をしても充電が完了しないんですね。おかしいおかしいと、初期不良かなと、おかしいなと思ったんですよね。でよく見るとなんと、えみたいな、これ剥がしてないじゃん、これ、ここに接点がありますよね。この接点に接点が当たってなかったから、ずっとこのこいつで接点がカバーリングされちゃったってたんですね。だからいくらやっても充電されるわけがないという状態だったんです。結構簡単にここにもペコッとひっついちゃってたから、まさかねこの裏にこれがひっついてるとは思わなくて、もう初期不良かな、もうカスタマーサービスに連絡しようかなとギリギリまで思ったぐらいでした。まあ、皆様も、大野のような失敗をしないようにと思いまして、はい、これ剥がしてくださいね、そう思ってアップします。よろしくお願いします。ここのチャンネル。